こんにちは。ですね、今月また OSP 様から、チャーリー分の商品を送ってもらいました。はい、早速開封してみたいと思います。はい、今年、今月はそんなに新しい新製品みたいの出てなかったと思うんですよね。よいしょ。さーて、まあ、またクッション材の新聞が入ってますね。はい、婦人物高価買取。さて、いきますよ。はい、何が、おやった、またアパレルが入ってます。アパレルです。これはなんだ、そうか、これは 今月の新製品だ。ちょっと開けてみますね。はい、おほほ、いいなこれ。OSP ネックフーディーって書いてますね。ちょっと首があったかいやつ。ほう、お、わかります。なんか針金っぽいのが入ってる。こう、なんちゅうか、かぶってみます。うわ、これめっちゃあったかい。あったかいやつですね。あ、なるほどね。ここなんか針金みたいのが入ってて、こう固定できるんだ。これはすごいよ。うん、今までいっぱいこういうの出してたけど、これが一番あったかいかもしれん。こう、これはいいね。はい、そしてペロン、お、アパレルとボックス、ちょっとこう入ってますね。これ何が入ってんだろうな。おおお、お、この色いいわ。ハイカット DR の新色かな。チャートブラック、釣れそう。チャートブラック、これね、この前島県もね、霞で釣ったもんね。はい、そうですね。あとはまたタッカー、タッカーですね、が5個、こちら2、4、6、8個ぐらい入ってますね。はい、それは新色、新色とあれでしょうね、新しいウエイトとか 4g の、お、これもいいね、エコですね。こんな感じで、あ、これオンガガーの手長エビカラーやん。 2.7 いいなこれ。ほほほほ、いいね。アメザリっぽいカラー。アメザリかな、これ。アメザリだ。よし、これでまた釣る動画上げますね。はい、そしてと12月上旬発売予定の新製品はバルナのフローティングのニューカラー、ルドラのフローティングのニューカラー。これはね、あのね、はっきり言ってシーバスとか海の魚もね、結構釣れるんですよね。うん、楽しみですね。はい、あ、それとゲットザマシンガン2、並木さんのマシンガンキャスト、はい、これも注文してますんで、全部注文してますんで、お楽しみに。はい、時計欲しいな。はい、まだあるかな、買おうかな。はい、こんにちは。こんにちは。ついにですね、はい、カシオと、はい、T 並木限定コラボウォッチが発売されたんですよ。そうですね。こんなもシャレオツな箱で、はい、欲しい。うん、でもこれを予約されてる方がいらっしゃるわけですよ。はい、 OSP 大好き、大和大好きの宇都宮さん、こんにちは。こんにちは。この度早速ですね、OSP モデルロトマンさんで買わせていただきました。91,800円ですよ。素晴らしいですね。はい、いや、持ってみたいです、こういうの。はい、ちょっと開けて、今つけていらっしゃる時計はちなみに、もともと旧モデルの、はい、まあ、昔からプロトレックを代用してて、はい、でこれも、このモデルが出る前まで並木さんがつけてたモデル、これたまたま偶然だったんですけどね。で今度で新しい7000、これが6000なんですけど、はい、7000が出た時に買おうかな、どうしようかなって迷ったけど、とりあえず、考えてたら、うん、コラボモデルが出る、しかもロットマンさんに入荷する、もう予約一発入れやったですね。ありがとうございますいや、素晴らしい。そう、ちょっと開けてみてください。はい、開けさせてもらいますね。はい、ロゴかっこいいっすよね。かっこいい。箱からかっこいいっすよね。うん、
中もまたかっこいいですね。おやばいすごい箱ですね。すごい箱ですね。このモデルの時こんな立派な箱に入ってなかったです。おここにも今度は赤で、並木さんのイメージカラーは黒赤で、うん、パクさらに厳重にスポンジが、おお、やっぱりそう基本的にはなんか似た感じなんですね。やっぱりそうですね。この PRW の旋盤台シリーズってデジタルだけじゃなくてアナログシーンなんですよね。いやこれバスはだい入ってますちゃんとで一番のあれがやっぱりここ OSP 来ました。いや旧モデルもうボロボロなんですけどね、旧モデルと比べるとだいぶ新しい感じになって、はい、うん、かっこいいっすね。かっこいいっすね。やばいっすね。でこれのいいところが、別に回しもんじゃないんですけど、この時からそうだったんですけど、はい、あの気圧変化、はいはい、読めるんですよね、うんうんうん、音楽はじゃあ、まあ音楽はでもたまにあったんですけど、リザーバーでこの気圧計落ちたタイミングで巻きやると釣れます。釣れる。へー、そんなこと言っちゃったんですか。そうなんですよ。でこれさらに、うん、今回の新モデル、はい、なんかその魚の習性に合わせた、うん、その釣れるタイミングとか活性が上がるタイミングのフィッシュうだら機能がついてるみたいな、うん、マジですか。ちょっとそれ試してみたいな、それちょっと僕も買おうかな、うん、いや、ま、あるかな。本当にこ の, あのシンプルな気圧計で、うん、もう本当三条リザーバーとかてきめんですよ。セリカワとか行った時に、うん、あここで気圧が2メモリぐらい下がった時に、うん、クランクポイントでクランク巻き始めると、うん、僕のアップルウォッチでももしかしたら気圧計アプリであるかもしれんな。あるですよね。ありますあります多分。ちょっと探してみよう。気圧が下がった時は負けと。はい、いやそれが分かるのがこのモデル。このモデル。間違いない。うん。うん、はい、ちなみにもう一度お値段の聞きますけど。定価で税込み91,800円。91,800円。それがロットマンでは。じゃん。秘密。いやそうけど本当にいい時計なんで、いいですね、これはもうおすすめというか、もう変な話でソーラー電波なんで、はい、電池交換いらずの、うん、もうこれも何かつけっぱなし、出た当初からつけっぱなしというか、うん、一度も何のトラブルもなく、うん、でもこれかなりもうこう年季入ってますね。そうですね、うん、いろんなもうアウトドアシーンで使ってたんで、うん、ガスガスやってますけど、これも年季が入るんですかね。なんか綺麗なのに、ね、なんかこれ年季こっち使ってこっちで飾っとこうかな。もったいない。そうなんですよ。だからちょっとこれは本当フィールドで、はい、実際に釣りのアイテムとして試してみたいなと思うんで、ご興味のある方は、はい、ロットマンさんまで、はい、もうないかもしれないですね。ね、限定モデルなんでしょ。そうです、そうです。けど好評だったらまた作るんじゃないですかね。作るんですかね。柏さん。あとですね、ちょっと気持ち悪い、もうちょっとこれ時計の話とは違うんですけど、チャーリーと島元ペアルック、ピンクブラック、昨日もでしたよね。後ろ見て、うわ、プロスタッフちょっときしょいですよね。大の大人がペアルック、それ新しいパーカーですか。新しいパーカー、黒ピンいいじゃない。黒ピンはいいと思います。黒ピンはいいと思います、はい、ということです。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お買い上げありがとうございます。動画視聴ありがとうございました。関連動画、最新動画はこちらをクリック。視聴者登録はこちら。いっぱい登録してくれると頑張ります。